天才と言ってもいい2人、これがもう NWO の黒いコーティングをされてしまいました。アメリカに亡命したと言ってもいいこの2人であります。さあこれからキック耐える長州、長州耐える、ああ仰向け状態、長州返してカウント1、カウント1つ、このあたりが長州の意地でありましょうか。さあ柴田さん、はい、長州のですねため息、あるいは長州の息遣いが激しくなってきているんですが、はい、何か感じられませんか。チャンスの前待ってますよね。リキラリアット倒れながらは長州渾身リキラリアット、そして橋本出てまいりました。さあ橋本に対してニュートラルコーナーポストか対角線上に振っておいて、スペースローリングエルボーから前に突きたところにフェイスクラッシャー、グレートムタ、もう真骨頂がズバズバと出てまいります。橋本も線をソースしているだろう。まあ札幌やりたいことをやってやるよ。ムタが初めて口を開きました。無言のムタ、そのムタの足に、足首にヒット、水面蹴り、さあ活路を見出すか。もう最後の NWO の文字は消えている。長州の腹いじめ、ムタに一発お見舞い、ドテッポラから DDT。 さあ新日登場の2人がいよいよ NWO との対抗戦であります。ドテッポ日本サーブのタッグマッチ、この辺り長野が最後の最後までしつこく橋本の首にストンピングを繰り返す、この辺りが一つのポイントです。タイミングを見計らってもう一回転下キック、長州も出るか、長州も出るか、赤コーナーの長州が狙ってるぞ、長州狙っています。さあどこで出てくるんだ長州、タッグマッチも天才的なものを持っています。長州カウンターで手探りチョップ、そしてツバメ、ツバメ返しが顔面にヒット、 DDT、 ゆっくりと戦争を広げる DDT。グレートムタ入ってまいりました。そして長州にスイッチ、長州長野の一戦です。長州長野の一戦、 G1 クライマックスの決勝戦を思い出してまいります。流れ式いきますね、流れ式だ、ライトにキラキラと白いシューズが光っている、トップロープ、トップロープから夏の札幌に流れ式、そして SDF です。これが本来の STF か、長州の STF 初めて見ます。マッサーいかがですか、かつて長谷川となっておりました、長野に展開しておりましたあの STF、 さあしてサソリだ、スコーピオンのスロック、新日正規軍ここにあり、長州はサソリが一番似合うんですよ。マサさんがおっしゃるように